らりと光る光の目、安らぎ捨てて、すべてを捨てて、悪を追って空かける。 Change the paradigm。 君はなぜ、君はなぜ戦い続けるのか、命をかけて Spider-Man。 すげー、本当かな。俺にも見せてよ。どれどれ。俺にも。絶対嘘だよな。どうせまたインチキ写真になるんだろ。騙されやしないぞ。でも本当に写したんだもん。こんなボロカメラで写せるわけがないだろ。そうだよ。大地この世に UFO なんて言ってたまるもんか。でたらめだ。でたらめって証拠があるの？証拠があるなら見せてくれ。あ、ひとみさんだ。うん、聞いてみようか。でもあのお姉さん、三流カメラなんて噂だけどな。まあいいや、ひとみさん。これ見て。あれ？すげえ、UFO だ。インチキ写真だと思うんだけど。そうね、これは合成写真だわ。え？よく見て、この UFO はお皿よ。待て！待てよ！待てよ！インチキ写真なんか見てやがってよ。そうだよ。やめろ、乱暴はいけないよ。よこせ。二度とインチキできないようにしてやる。えい！あ！逃げろ！うえい！ひどいわ。びっくりカメラ殺人事件。のぼくん、いいかい、入るよ。まあ、現像書じゃないの。手作りね。のぼくんが作ったの？すごいわ。のぼくん、写真が好きなんだ。のぼくん、写真が好きな人がどうしてインチキ写真作ったりしたの？本当にカメラ愛してる人だったらそんなことしないはずよ。父さんの片身はみんながオンボロカメラってバカにするんだ。僕悔しくって、このカメラでもすごいのが撮れるってことを見せたかったんだ。そうだったの。でもね、のぼうくん、カメラはすごい写真を撮るのが目的じゃないわ。真実を写すものなのよ。カメラのレンズはね、写す人の目と同じよ。はい、貸してあげる。え？大丈夫。のぼうくんの目はまだ澄んでるわ。その目が曇らない限り、本当の写真が写せるわ。本当？うん。ありがとう、ありがとう、ひとみ先生。先生ですって？僕を弟子にしてください。弟子？すごいじゃないか、のぼくん。一番でした。頑張れよ。はいはい、行ってきます。
少女だな、なんて難しいこと言っちゃって。どうも素振りがおかしいと思ってたら産業スパイでした。とんでもない奴が紛れ込んだものね。で、工場の秘密には気づいたのかしら。そこまでは気づいてなかったみたいですな。そう、それはよかったわ。少しでも怪しい奴はすぐに片付けるに限るわ。殺人犯にされちゃったね。信夫、信夫、お前って子はインチキ写真を撮っただけで気が済まず、こんなひどい嘘までつくようになったのかい。母さん、僕本当に。お黙り。まあまあ、子供というのは騒ぎを起こして注目を浴びたいという心理があるもんですよ。お母さんも課長さんも今日は多めに見てやってください。申し訳ございません。はあ、社長さんがそうおっしゃるんなら。ご苦労さんでしたね。まったく迷惑の話だ。さあ、引き上げるぞ。社長さん、申し訳ございません、これ、信夫、謝りなさい。そうだ、このカメラだ。僕、写真を撮ったんだ。このカメラに映っているはずだ。カメラは嘘をつかないぞ。ぜひ見せてもらいたいね。できてるかな。私が手なずけました。会社を十いくつも経営し、町内会長、PTA 会長も務める町の名士ですが、実は金儲けのためなら何でもする強欲の男です。世間の目はごまかせても、スパイダーマンの目はごまかせるかな。あの土地はスクラップガス製造に必要な有毒ガスが噴き出す土地として目をつけたのではありませんか。そうであった。町中に秘密工場を作るからには二重三重に守りは固めてあります。万が一スパイダーマンが気づいても、その時はすでに手遅れです。というと？
スクラップガスの実験に成功したのです。ご覧ください。素晴らしい。念願の東京スクラップ化作戦ももはや時間の問題です。待ち遠しいぞ。ただ山城拓也がうろちょろしてるのが気になります。あのうつけ者は火事騒ぎで風邪をひいて鼻水を垂らしていると聞いているぞ。本当に火事になりかけたんです。その間に肝心なフィルムを盗まれたんです。校長先生、本当なんです。あれは確かに誰か鉄のような手をした者が火をつけたんです。奥さん、あなたまでお子さんに似てきましたね。何でも妙な話にすり替えられる。今度私たちも証人なんですよ。おやおや、こういう写真を撮られたことはもうお忘れですか。校長先生、これが本当だとしたら。いえ、それは先ほども申し上げた通り、スリッパで灰を追い払おうとしたのがたまたまこんな具合に映ってしまって。春田先生の場合はこれは明らかにプライバシーの侵害だ。実に底意地の悪い写真です。大人の荒探しをし、大人に対する悪意が満ちております。そう思いませんか。この子は性根の腐った大嘘つきです。違う、嘘つきは社長さんだ。大人の方が嘘つきだ。僕の撮った写真は本当なんだぞ。絶対に本当なんだぞ。バカバカバカ。ノブオ、ノブオ君、そのままずるいぞ。みんな卑怯だ。汚い、汚いよ。嫌いだ、大嫌いだ。ノブオ君、僕は君を信じるよ。スパイダーマン、君が見たという真実、君がカメラに撮ったという真実、必ずスパイダーマンが突き止めてみせよう。スパイダーマン。スパイダーマン、スパイダーマン。あの人たちにも怪しいところはない。富田社長も人間か。鉄十字団め、一体どこに潜んでいるんだ。アマゾネス様、いろいろ面倒で困っています。もっと手当てを弾んでくれませんか。バカ者、スパイダーマンが入り込んでいるんだ。キョロキョロしないで、普段と同じように社長らしく振る舞ってなさい。はっ。第一種石器、機械を止めろ。スパイダーマンの耳は100メートル先に落ちた針の音も聞き取ると言われている。静かにしろ。動くな、音を立てるな。来る、まだ来る。
カメラだ。こいつで見てたんだ。スパイダーマンだ。反響の音で探っているぞ。鉄十字団がいるかもしれないんでしょ。嘘をついてないことを証明したいんだ。ごめんなさい、鉄十字団だけは。思い出しただけでももうダメ。ひとみさん、あなたそれでも先生なの？じゃあしんこさんこそ言ったら。いやよ、私はまだ死にたくないわ。やっぱり女はダメだな。第二出席スクラップマン攻撃。工場が隠されているな。第三出席機スクラップガス攻撃開始。真実を見る瞳、曇りなき瞳を信じる男、スパイダーマン。やっと持ち出した一本だ。スクラップガスの餌食にしてやれ。
だ。マーベラーチェンジレオパルド。ソードピッチャー。いくよ。世の中の不正、大人の偽善を見抜く子供の目がある限り、鉄十字団には負けない。そうだ、この子たちのためにも平和を守らなければならない。戦え、スパイダーマン。ノボグ、早く早く。ああ、闇深く響く地獄の足音、大学の研究室から盗み出された2体のミイラは、鉄十字団の改造手術によって強力な戦闘能力を身につけた女ゲリラによみがえった。次回、秘境アマゾンから来たミイラ美女、どうぞお楽しみに。